あの、おぎやはぎのですね、えー、ラジオでの発言がですね、今ちょっと波紋読んでてですね、あの、ココリコの田中さんの離婚話をですね、したんですよ。で、ココリコの田中さんの離婚話で、まあネットニュースではそれまでですね、あの、奥さんの方にこんな事情が見たのかよく流れたんですけども、<laughs> あの、ココリコの、あの、なんだろう、おぎやはぎのですね、あの、おぎさんがですね、あの、まあ、ココリコの田中さんの夫婦と、 でまあ小木が,いい、まあ、が言うにはあれはね2人ともすごくいい人だとですごくいい人すぎてなんだろうなあの本当にあの悪,く悪いとかあんまり見つからないですごい,いい人すぎてお互い何でもああいいよいいよいいよというふうに許し合ってしまう。な何でもかんでもいいよいいよいいよって,って許してしまうからだん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 なんだろうあの 我慢してることが増えすぎてしまってで、えー、離婚ということになってしまったとまあそれを聞いてるですね矢作さんはまあ新婚ほやほやなわけですねあそうなのかとでも小木さんの助言はだからな夫婦っていうのは両方がいい人だったら成立しないんだよ どっちかがちょっと悪くなきゃダメなんだよというようなことでどういうふうにすればいいのかということでその2人が出した結論っていうのが分かったと嫁さんにいいカバン、いいバッグを買ってやればいいんだとなんでかというといいバッグを買ってやったら女はみんな嫌な女になるっていう法則があったですねんかあのいいかばんっていうのはいやそう言われてみて僕もハッと気がついたんですけど僕も知り合いで いいいカバン、いわゆるエルメス系のですねあのケリーバッグ系のああいうやつとかグッチとかああいうのを持ってる人は100%嫌な女な女んですよ。でああなるほどと思ってなんで,でかなと思ったらあのバッグっていうのは多分タトゥーと同じですよ男にとってもタトゥーとかあと筋肉とかと同じでですね あのタトゥーとか筋肉っていうのが同じオスに対するマウンティング見せびらかしなのと同じようにですねあ別にこれタトゥー入れてる人あの筋肉ある人が100%嫌な男って言ってるんじゃないんですよこの法則は女にのみ当てはまりますから <laughs> 同じようにああいういいカバンを持っている人っていうのは最初内気ですごい優しい人であってもああいういいカバンを持ってると 同じようないいカバンを持ってる人のところに行きたくなってしまってそこで何かマウンティングが始まってしまっていつの間にかマウンティング女子になってしまうんじゃないのかっていうやつで,ですねあのまあこれはもう僕の仮説なんですけども矢作さんはそれを聞いてて話してて「確かにそうだ俺も昔なんか女の子にいいカバンプレゼントしたことがあるけどみんな嫌な女になったよ」っていうふうに大発見したように言ってて「分かった俺も嫁さんにどんどんいいカバンいいバッグを送るわ」そしたら「 嫁がちょっと嫌な女になっていくからっていうのはちょっと面白かったです <laughs>。まあそんだけなんですけれどもですね。ではではですね。えー、患者も患者年少の話をしましょう。もう本当にね声がこんな感じでですねまだあの冒頭10分でこんな感じですからですね多分終わる頃には本当ガラガラ声になってると思いますけれども。 いいカバンとかを送る趣味がないですよね。だって、カバンなのに五万円以上って、バカかと思いますもん <laughs> あの。ステーキの五万円、寿司の五万円にはバリューがあると思いますけども、カバンの五万,、まあ、万円はともかく、十万円以上は意味ないですよね。で本物そっくりのなんだろうな偽ブランド品ってあるじゃないですかって、ああいう風なものが。 あるって言うのは、あのダフ屋と同じで、ダフ屋が存在するのは何かっていうと。流通コントロールがうまくできてないからですよね。同じように、本物とそっくりの偽物が。なんで存在しているのかというと、本物の流通価格が正しくないからなんです。よ。つまり、根本的にブランド物の価格が高いものは間違っているというのが僕の解釈。なのでですね。あの、そんなに職人が魂しい。あの、なんだろうな。えっ、ー、とね。 例えば、ね、どんなにねブランドもね高くてもパティックフィリップとかねあとなんだろう僕も知らないようなメーカーのものすごい複雑なゼンマイ式のなんだろうあの日付がもう200年ぐらい合うような時計とかってあるじゃないですか。ああいうものいでかっていうと本当の職人が心を込めて作ったというのではエルメスのケリーバッグもそういう腕時計も 歌い文句は同じなんですよ。でも、片一方に偽物が出て、片一方に偽物が出ないっていうのは、エルメスのケリーバッグというのは全て偽物なんですよ。その価格が偽物なんですよね。で、腕時計っていうのは、そんな値段で複製ができないから、そんだけのバリューがあるわけで。だから僕、200万とか300万の時計は馬鹿にしないんですけども、100万のカバンは馬鹿にしますよ、ね。なので、当然そんなものは人に、あの、 与えるどころか、自分ででも買ったりはしないです。ちょっとはね見やすい形になってると思いますのであのすいませんけどちょっとぐらい一回あの見てやってくださいよろしくお願いします。